さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。組に行きます。あと返します。ロックアップ、そのままグラウンドに持っていきます。レトロ調の技を繰り出してまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。肘を打ち込んでまいります。腕を取ります。腕を殺してまいります。掴んだ。あっと逆に切り返した。カウントは2つ。腕を捉えます。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。腕を捉えます。腕を取ってまいります。打ち込んでまいります。リング上の究極二重人格男であります、この武藤敬司。グレート武田が影の王者ならば、この武藤敬司は表舞台ヒノキ舞台のスーパーヒーローであります。さあ五光が刺すかのように、今日も武藤敬司の背中からオーラが溢れております。サソリ固めに入ります。蹴りを見舞ってまいります。キックを打っていきます。蹴ってまいります。フロントからのキック、腕を取ります。逆に腕を取ります。エルボー、腕を取ります。逆に返します。足を抱えます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。乾いた音が館内に響きます。足を取ります。この辺りの攻防見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。張ってまいります。行くのか。ああこの辺りねちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。掴みます。させません。足を取ります。ねちっこい展開に移行してまいります。組み合います。逆に倒します。このポーズです。ロックアップ、返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。腕を捉えます。脇固めに移行してまいります。蹴りを見舞ってまいります。こういう技なんですが、次の日耳ずばれになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。チョップであります。足を抱えます。耐えます。強烈なキックです。エルボーを入れていきます。腕をフックします。逆に投げてまいります。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。逆水平、足を抱えます。ドラゴンスクリュー、すごいねじれだ。アキレス腱固めに入ります。あっとエルボー、あっとエルボー、ボールに入ります。カウント2、返しました。足を抱えた。膝がギリギリ声を上げている。どうか、3つは入りません。
10分経過、10ミニッツ。これやった。倒していった。無重力状態からフラッシュリング、キーロックで締め上げていく。ガチッと組み合った。あと逆に返した。いけるか。あと切り返した。おっと足を決めていった。組み合った。強烈に締め上げる。フロントキック、バックを取ってエルボーで返す。カウンター気味に入りましたよ。ブロック状況か。そのまま足を取った。ガチッと組み合った。コブラが締め上げていく。抱えた。ボディスラムで叩きつけた。抱き起こす。エルボーで切り返す。バックに回った。ジャーマン、綺麗な人間鏡。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。足を取った。円錐切り、見えを切った。引き起こす。逆水平、ガードした。グラインググラインググラインド攻撃であります。起こした。チョップラリアット、ストンピング、いけるか。逆に振り返した。ラリアット。15分経過、15ミリ。一気に締め上げる。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、読んでいます。まさに読み切り小説。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。エルボーで返す。掴んだ。チョップの速射砲攻撃、立たせていく。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。さあ、これは逃れることができるのか。これは入ってますよ。あと逆に投げていった。放っていくのか。ラウンディングボディプレス、ムーンサルトが決まった。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。小脇に抱えた。おっと外した。腰に手を回した。エルボー、バックを取ってエルボーを入れていく。足を取った。あと逆に足を取った。いけるか。逆に返した。サイドを取った。サイドからバックドロップ、2位を落としていく。エルボーを打ち込む。そばっと鋭い。あとキャッチした。ドラゴンスクリューで倒した。
20分経過。20ミリ打ち込んでいく。水平打ち。キック。おっと、逆に捉えた。打たせない。ドロップキック強烈。フィギュアフォーラックロック、足4の字だ。ギブアップ。